皆さんこんばんは、聞こえてますか？こんばんは。子猫の猫パンチさん、こんばんは。こんばんは、来てくださってありがとうございます。聞こえてますか？こんばんは。はじめまして。みつじさんこんばんは、レオさんこんばんは、はじめまして。みなさん聞こえてますか？こんばんは。こんばんは、来てくださってありがとうございます。何歳ですか？二十歳です。130人の方ありがとうございます。聞こえてますよ。あ、よかったです。チャロさんこんばんは、みずちーさんこんばんは。こんばんは、声が治りました。タイガーマスクさん、やっほーい。138人の方ありがとうございます。聞こえてるから気になる年頃なのね。こんばんは、ありがとうございます。来てくださって、はじめまして。わたるさんこんばんは。タイガーマスクさん、今日も2部制ですか？今日は1部制です。これだけです。あ、かのさんこんばんは、昨日ぶりですね。こんばんは、星ありがとうございます。あ、佐藤さんこんばんは、昨日ぶりです。こんばんは。あ、かのさん星休めしてました。お疲れ様です。こんばんは。今日7時半からだったんですけど、2分ちょっとフライング。フライングでした。2分。こんばんは皆さん。161人の方ありがとうございます。こんばんは、はじめましての方もいらっしゃるかな。白熊りくまさんこんばんは。かのさんフライングでしたね。フライングでした。ちょっとタイムラグがあるので、早めにやったらちょっと全然ラグじゃなかったっていう。ラグがなかったみたいです。もうちょっとあるかなって思ったんですけど。配信には慣れてきましたか？配信に慣れてきました。JT さんこんばんは、ガムバレ。ありがとうございます。渡るさん2分時差があったの。いや、なんとなくそれぐらい。Wi-Fi の調子がちょっと良くなかったので、朝早めに始めようかと思ったら早すぎました。ごめんなさい。200人の方こんばんは。こんばんは、はじめまして。星ありがとうございます。ありがとうございます。ご飯食べた？ご飯食べました。皆さん食べましたか？私はご飯食べました。さっきまで犬を洗っていました。犬を洗い終わったところです。こんばんは。こ
コメントありがとうございます。皆さんありがとうございます。エントリーナンバー45番です。広島県出身の20歳です。よろしくお願いします。カピバラさんありがとう。こんばんは。白熊リックマさん焼肉でした。いいですね、焼肉食べに行きたいです。こんばんは皆さん、元気してましたか？こんばんは。こんばんは皆さん。皆さんもお仕事でしたかね。お疲れ様です。星ありがとうございます。かなさんありがとうございます。星、水色の星いっぱい。あ、WR373 こんばんは。はじめまして、広島県出身の20歳です。よろしくお願いします。この配信の流行語大賞こんばんはだね。なんかお話ししますか。犬何飼ってるの、何犬飼ってるの。パピヨン飼ってます。チワワみたいなパピヨン飼ってます。さっき洗いました。身長は153センチ、あ、間違えました。158センチです。中学生の時から6年間バレーボールやってたけど身長が伸びませんでした。皆さん何か、確かにチワワみたいなパピヨンいるわ。パピヨン飼ってる人いますか。うちのパピヨンすごいちっちゃいパピヨンです。さっき洗いました。こんばんは。あ、星ありがとうございます。あ、シバ飼ってる。シバ犬いいですね。飼いたい。ありがとうございます。今日は何時までやろうかな。皆さん夜ご飯食べましたか。今日ちょっと早かったですかね。時間経つのが早い。よろしくお願いします。初めて来た方、広島県の20歳です。よろしくお願いします。45番覚えて帰ってください。好きな食べ物はイチゴです。急に好きな食べ物の話。そろそろ冬になりますね。いちごがいっぱい出てくる季節になります。あ、みっくんこんにちは。こんにちは。いちごアイドルっぽい。いや、なんか昔から好きで、全然可愛こぶってるとかじゃなくて、もうガチで2パックとかバンって食べるガチな方の好きです。一日に1回で40個ぐらい食べたことあります。最高は40個。広島のおすすめスポット教えて。やっぱり宮島ですかね。宮島はいいと思います。
いちごガチ勢なので、そうです、可愛こぶってるとかじゃないです。もう無心で無になってひたすら食べます。果物が好きです。リンゴも好きです。皆さんあんまり果物食べないですか？あ、300人の方こんばんは。345人、こんばんは。何が好きかなと。うどんも好きです。かのさん、さしこ、あ、さしこ終わりました。365になりました。昨日指原さんショールームやってましたね。久しぶりに見ました。365人の方ありがとうございます。皆さんこんばんは、お疲れ様です。この時間ってこんばんは。こんばんは、はじめまして。何時まで配信する予定、どうしようかな。あんまり長くてもダラダラしてあれですよね、飽きちゃうので皆さんあと5分か10分ぐらいやります。推しメンとかいる？顔出しの予定はないです。推しメン松井玲奈さんです。今いる方だったらソーダサリナさんです。あ、ありがとうございます。星ありがとうございます。393人の方ありがとうございます。こんばんは。20歳の二十歳です。なんか聞きたいことあったら言ってください。こんばんは。いや、ソーダサリナさんはドラフトの時から見てて、なんか年齢が高くても頑張るっていうのですごい希望になりました。今若い子っていっぱいいるじゃないですか。11歳とか14歳とか。ソーダサリナさん本当にすごいなって思います。なんか諦めずにアイドルまだが、なんだろう、目指し続けようって思ったきっかけになった方です。 SKE は年齢関係ないからね。本当ですか？20歳でもまだまだ頑張ります。よく中学生って言われることが多いです。大人になりたい。411人の方ありがとうございます。はじめまして。あ、星ありがとうございます。あ、ありがとう。ピーポさん。あ、星ありがとう。大人になりたいですね。すごい言われるんですよ、中学校2年生みたいって。バイトとかしててもお客さんにすごい言われたりします。中学生が働いてるって。自分的にはあ、ありがとう。435人ありがとうございます。はじめまして、こんばんは。こんばんは。
皆さん風邪ひいてないですか？急に風邪の話。そう、最近どうやったら風邪ひかないか毎日考えてます。くだらないこと。455人の方ありがとうございます。アイドルとして別にいたい。もうマスクして寝るようにしてます。ありがとう。あ、みんな星ありがとう。みんなマスクしてますか？なんかマスクしたら鼻かゆくなりませんか？わかります？ヨーグルトをいっぱい飲んでます。インフルエンザ注射しました。こんばんは。何話そっかな。だんだんネタがなくなってきますね。何？昨日の音楽番組皆さん見ました？私昨日見てました。ずっとショールームやってない時間。でも皆さんキラキラ輝いてますね。素晴らしい。マスクは星かな。鼻は特にないですか？鼻すごい痒くなるんですよ。花粉症？今花粉ないですよね。あと5分ぐらいやります。皆さんありがとう。あ、かのさんありがとう。502人の方こんばんは。はじめまして。広島県出身です。20歳です。20歳の20歳です。お願いします。頑張ります。 SKE のになりたいです。あ、イーナちゃんだけこんばんは。はじめまして。来てくださってありがとうございます。こんにちは。今年20歳の年。そうです、今20歳です。こんばんは。みつくん嫌い嫌い。SKE になってほしさが深い。 SKE になれるように頑張りたいです。もう二十歳なので、もう受けれるアイドルももうないかもしれないので、絶対になりたいです。こんばんは。松井玲奈さんみたいな人になりたいです。全然言っちゃいけないぐらい遠い人なんですけど、夢は大きく。こんばんは。545人の方ありがとうございます。皆さんお疲れ様です。来てくださってありがとうございます。みつくんありがとう。みなさんありがとうございます。あと50分までやります。
と2分。ダンスは得意ですか？ダンスやったことないです。小学校6年生の頃からずっとアイドルになりたいって思ってました。かっちゃん、口笛できますか？コンディションによります。こんばんは。565人の方ありがとうございます。広島県出身の20歳です。AKB さんのヘビーローテーション見た時からずっとアイドルになりたいって思ってました。コンディションなんか空気が乾燥してたらできないです。空気のコンディションfm583人の方ありがとうございます。はじめましての方もたくさんありがとうございます。星ありがとうございます。もうヘビーローテーションクラスの友達ともうずっとそれ踊ってました。その頃は板野友美さんが大好きでした。そっからですね。もうアイドルのオーディションはあとちょっとのところでいつも不合格だったので、今回は絶対に勝ち取りたいです。もうずっとアイドルに力をもらってきたので、もう今度は私が皆さんに元気を与えられるような人になりたいです。頑張ります。このチャンスをつかめるように頑張ります。601人の方ありがとうございます。皆さんありがとう。はじめまして、こんばんは、ありがとうございます。バドミントンが得意です。でも部活とか入ってなかったけど。616人の方ありがとうございます。毎日7時半にしようかなって思ってます。これからなんか決めてた方が皆さん来れやすいかなと思って、毎日7時半に頑張ってやります。もうちょっと遅い方がいいですか？どうですかね、これぐらいの時間で大丈夫かな。7時半、7時半開始で、いつも何分やってるかな、2、30分ぐらいやったら。バドミントン得意、バドミントン得意です。体育の成績が良かったです。でも体硬いです。球技が全般的に苦手なのにバレー部に入っていたっていう。シルクマリックマさん、19時半には帰ってくるようにします。ありがとうございます。毎日19時半に決めてやろうかなって思ってます。ありがとうございます。あと2分で終わります。55分までありがとうございます。652人の方、
なんかラジオなのに来てくださるって思ってなかったので、こんなに嬉しいです。レシーブうまそう背が低いのでアタックは打てないのでレシーブばっかりやってました。趣味は映画見ることと音楽聴くことですかね。あ、犬が鳴きました。明日のトークテーマは、明日のトークテーマは一日過ごして考えます。高弘さん、20時までってことは15歳未満。違います、20歳です。なんかラジオなのでダラダラ続けると、あのなんか皆さん嫌かなと思って早めにスパスパってやって、それを毎日の方がいいかなと思って。好きな曲は前のめりです。 SKE48 さんの前のめりの衣装を着て踊ってみたいです。音しかないから情報が全くつかめない、ごめんなさい。広島県出身の20歳で、身長は158センチで A 型です。そこまでいらないですかね情報。絶対に受かって皆さんに会えるのを楽しみにしてます。皆さんに会ってみたいです。ありがとうございます。今日は皆さんに何だろう特に変わったことはない一日を過ごしました。犬をさっきまで洗いました。犬をさっきまで洗いました、日本語がさっきまで、あ、犬を洗いました。犬を洗った45番です。STU さんも大好きです。岩田ひなさんが推しメンです。すごく可愛いです、顔が、顔もSTU でもみんな可愛い。広島県民なので STU 馴染み深いです。あ、692人の方ありがとうございます。また明日もよろしくお願いしますね。55分になったので終わります。716人の方に来ていただきました。今日はありがとうございました。皆さんまた明日、おやすみなさい。明日も7時半に会いましょう。好きな層が好きなので、はい、好きな層が好きです。おやすみなさい。